ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ケイチや、こんばんは。ありがとうございます。すいません、急遽。せっかくなので。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんか、せっかく YouTube ライブがあるので、YouTube ライブ しよっかなと思って。あー、なぎさのママ、なぎさちゃんのママ。ありがとうございます。カッチさん。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。録画を見てたとこ。ありがとうございます。結果を先にして。あ、すいません。ありがとうございます。あゆみちゃん、ありがとう。全日本優勝しました、タンタンさん。ありがとうございます。なぎささん、こんばんは。とんでもねえ、待ってたんだ。挨拶やらで、そうなんですよ。すごい、こんなにチャット来ることある。めっちゃ嬉しい。いつもちょっとかそってるよね。みずきちゃん、しほちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。あやのちゃん。 もうカジュアルにコメントで参加するのやめて。 レアキャラなのに。あやのちゃん、ありがとう。今日も試合勝ちました。私も今日試合勝ちました。おめでとうございます。ありがとうございます、皆さん。あ、ともやんちゃんね。ともやんさんも来てくださってる。ありがとうございます。あそこからダブルベーグル。いやー、ちょっとね、信じれんよね。ちょっと、しれっと選手が、そう、しれっと選手がおるんよ、うちのチャンネル。やばいよね、普通に。やばい人がいるっていう。デラ頑張った。そう、デラ頑張った。デレ頑張ったでかん。いやー、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。オレンジさん、ありがとうございます。すごくいいプレーに感動しました。いやー、ありがとうございます。いやー、でも本当にあれはなおのいいプレーに引き出されたので、相手がなおじゃなかったらできなかったプレーもすごいいっぱいあったので、でかん。終わり陣にしか分からん。そう。しかも、名古屋弁じゃなくて終わりですよね。これ、なんなんで、何々だ、でかんみたいな。高崎オープンに続いて2連勝。ゴールドコレクター。確かに、そう、シルバーコレクターって言ってたのに。そう、本当にまさかの12ゲーム連勝でしたね。いや、何が起こるか本当に分かんない。ただのファンです。ははは。大好きです綾乃ちゃん。 どんだけ可愛いんだ。いやー、本当に、でもいい試合ができてよかったよね。応援してました。今録画し見ながらも応援してます。 ありがとうございます。私もちょっと落ち着いたら試合は見たいなと思って。へっちゃらさん、ありがとうございます。大会全体としてどんな感じ？大会全体として、自分のテニス的にはなんかこう安定したテニスができてたかなって思ったのと、そのまた動画で別であげようとは思ってるんですけど、なんかなんだろうな、結構今回異例だったんですよ。そのコロナの中で開催するってことで、今日も屋根閉じた状態での大会だったの。決勝だったんですけど、昨日までもインドアの方での試合で有明にインドアができたんですけど、中に8名あって、で結構厳重な管理の中試合してたりとかしたので、こう中でどんな様子だったのかとかもちょっと動画には上げたいなって思ってるんだけど、すっごい、こんなにさチャット来ることないんやけど、いつも。ありがとう、みんな。 ありがとう、忙しいのに。今日日曜日じゃない？大丈夫？明日みんな仕事なんじゃない？しほちゃんの、みずきちゃん、しほちゃんの方はしびれました。 ありがとうございます。なつみちゃん、おめでとうございます。今出かけ先でイヤホンないので買ってき 買ってくれるの？ ごめん、ありがとう、なつみちゃん。テニルームさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。優勝できました。
タンタンさん、今全日本の時期、そう、全日本の時期なんですよ。本玉選手とよく当たりますね。まあ確かに。でもお互いなんか、あれだよね。なんか勝ち上がって当たることが多いから。実はまだ決勝戦見てません。この後録画を見ます。ぜひ見てみてください。なんか解説が愛さんだったんでしょう。ああ、めっちゃ嬉しい。 森上さんの時もすごい嬉しかったけど、やっぱり私がプロになった時に、ずっと日本ランキング1位で、しかも世界ランキングも1位で、かっこいいし、もう人間的にも素晴らしいし、綺麗だし、強いし、すごい好きなんですよ。もうなんかその解説、自分の試合を愛さんに解説していただけるってやばくないですか？それを見たくて、本当に見たくてしょうがない。グランドスラムへのスタートですね。来年期待しています。え、頑張ります。ありがとうございます。グランドスラム。そう。タイの司法おめでとう。あいちゃん！あ、愛ちゃん、元気？すごい。私の、2010、何年やった？あれ、愛ちゃん。2012年やったっけ？私とね、この、このね、タイのおうちご飯って人いるでしょ？これ、愛ちゃんって言って、私が、こう、全日本ダブルス準優勝した時のダブルスのパートナーなんですけど、この愛ちゃんがコメントしてくれてます。ほんと悔しかったよね、あの時。でも決勝行ったのが奇跡だったよね、あの時。セレモニーも2人の挨拶がグッときました。しおちゃんもなおちゃんも素敵でした。いや、なおがすごいいいスピーチしてくれたから、それにこう上手にこう引き上げられましたね。もうオンコートでもオフコートでも引き上げられて、どっちが先輩か分からへん。 入院ドアはセンターコートや外のコートと球足違う。うん、違いますね。なんかインドアはやっぱり全然使ってないんですよ。誰も使ってなくて、今回がまあ何て言うの、こけら落としじゃないけど初めて使われるって感じだったから、結構コートも遅くて跳ねたんですけど、センターコートはもうそれよりも全然早かった。セレモニーとかどっかで見れます？セレモニーは多分その NHK で放送してた、 NHKBS で放送してたんじゃないかなとは思うんだけど、 YouTube でもしその録画をアップする人がいたら、もしかしたら見れるかも。それって合法なんだっけ？いいんだっけ？ゆうかちゃん、あ、 ありがとうございます。確かにそうですよね。思い出はやっぱりありますよね、お互い。カオリン、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。クロックさん、ありがとうございます。あ、テニスクラシックさん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。来年には賞金ありの大会増えると、確かに来年にはね、もうちょっと戻って、国際大会も戻ると、こうみんなの士気も上がると思うのでね。今年に限っていけない。確かに。 みんな今年こそ来たかったよね。杉山愛さんとためです。あ、そうなんだ。クロックさん、日本リーグでも一番声出して応援してましたね。いや、ありがとうございます。なんか応援足りなかったかなって思ってたんで、そうやって言っていただけると。3度目の正直での優勝おめでとうございます。日本リーグでの今西美晴選手との2年連続の大健闘も感動しましたが、大激闘も感動しましたが、今日は日比野選手相手に第2セットから圧巻の攻めでした。優勝にふさわしい決勝までの勝ち上がりっぷりも横綱でした。いやー、必死でした。本当に必死でした。なんか、でも本当にスピーチでも言ったんですけど、なんか奈緒が出てくれたから、こう、全日本の、なんだろう、価値もすごく高まったし、今年は特にこう最近、特に近年は全日本にこう上の選手がもう一回出るってことがなかったので、今年は過去に全日本優勝した選手が結構出てたんですよ。それってすごくレアで、なのですっごいレベルの、近年にはないすごいレベルの高い全日本になったんですけど、こう奈緒が出てくれたことですごい、価値の高い全日本になって、まあ、その中で優勝できたのはすごい大きな自信になりましたね。橋本アベック優勝、そう、
で、実はなんでこの服着てるかっていうと、今橋本創業の橋本社長をはじめ関係者の皆さんとの祝勝会があって、中川くんと私の祝勝会を開いてくださって帰ってきたところです。解説もしてもらえて優勝もした試合なんて一緒だから、そう、あゆみちゃんすごい、そうなん、そうなん、もうなんか家宝だよね。フィジカル良かったですね。3年前はぐるぐるサポーター。そうそうそう。もうね、年々なんか健康になっていってるから、もうなんかピークがこれから来るかなって感じ。今大会の動画楽しみすぎる。ありがとう、あゆみちゃん。ハードコートは玉足。確かに。でもね、結構ね、新しいコートだとゆっくりなんですよ。BS でやりますか？またやりますかね？一回、放送って一回だけでしたっけ？スポンサー様に挨拶のスピーチ？いやー、でもね、そこはやっぱり一番忘れちゃいけないっていうか、一番お世話になってる。一番ってやっぱり、あんまり言っちゃいけないかもしれないんですけど、でもやっぱりスポンサーさんがいないと大会はしてもらえないし、自分の個人スポンサーさんも、こう、いないと自分も活動できないので、やっぱりそこは一番目に言わないといけないことかなって。そう。でもそれを差し置いてね、ちょっと今年はなおに 挨拶したかったから。 テレビ映像放送は NG。 やっぱそうだよね。高崎で優勝して全日本選手権でもタイトル取り、コロナ渦の中練習頑張ってたのが想像できました。そう、なんか私があんまり練習の動画とかをこう、なんだろう、 YouTube でアップしないじゃないですか。それにはなんかいくつか理由はあるんですけど、まあ私も女の子なんで、こうなんかいかついところをこう動画にアップするのもなんだかなって思う部分もあるんですけど、なんかそれとはまた別で、なんかそういう試合を見て、実際に試合を見たりとか、こうたまにこう私数ポイント、こうハイライト集みたいなのあげるじゃないですか。なんかそのハイライト集をあげて、そのしとか今回みたいにこうテレビを通して試合を見ていただいて、その裏にやっぱり練習って感じるものであるべき、あるべき、べきって言い方もおかしいんだけど、あるといいなっていう私のなんかその、なんだろう、考えみたいなのがあって、あんまり練習あげないんですけど、うん。だからその、そうやって言ってもらえるとすごい嬉しいです。YouTube で全然練習のなんか雰囲気とか上げてなかったから大丈夫かなって思ってはいたんだけど。すんごい。サチエがいる！サチエまだいる？すごい久しぶり。ありがとう。すごい。2児のママでしょ？元気？すごい嬉しい。こんなさ、こんなおめでとうってさ、言われることあるの？すごい嬉しい。ランキングどのくらいになりそう？カチさん。どうだろう。でもちょっとまだ見てないんですけど、なんか周りの、去年の全日本の結果と、周りの、なんだろう、選手の、なんか、上げ下げにもよるから、自分がどこに行くのか。メンタルな病気です。でも復帰して有名になったらよろしく。あ、そうなんだ。なんかでもやっぱりテニスって今回思ったんですけど、すごい楽しめるスポーツだなって思うから、逆にもうなんかテニスを通してメンタルをこう、なんていうのかな、戻していけたら、楽しんで戻していけたらいいなって思う。すごいね。私もね、わかる。すごい気持ちはわかるんですけど。KT さん、優勝おめでとうございます。日本選手権者、ずっと名前が残りますね。自分も達成感があります。ありがとうございます。そう。なんかずっと名前残るから、なんか今日、会食会にも、これ言っていいのかな？杉村太蔵さんとかいらっしゃってたんですけど、なんかこれで名前ずっと残るから、こう、もうね、今までよりもまたより一層自分にこう、なんだろうな。なんかその言い聞かせて、ちゃんとその、なんていうのかな、なんか背筋を伸ばしてじゃないけど、ちゃんと頑張っていかないとなって。 今
こんなプロテニスプレイヤーと話せるツールがあるなんていい時代だな。いや、なんかせっかく皆さん今年無観客だったから、でしかも私その器用じゃないんで、全日本期間中にこう動画上げるとかもできないから、こうちょっとね、すぐにでも YouTube ライブして皆さんに報告する機会があったらいいかなと思って。去年の全日本もテレビ拝見しておりました。おめでとうございます。ヤンチさん、ありがとうございます。木曜にやるので、録画予約しといたわ。あ、ありがとうございます。ぜひ。こうって個人的にはコーチのところに喜んで行ってるところが良かった。あれ、エバレー SSC のコーチなんですけど、もう私が、すごく信頼してるコーチなんですけど、もうね、超シャイなんですよ。シャイっていうか、こう、クールっていうか、こう、あんまりね、感情をね、うわーってこう、表に出さないコーチで、またそこもすごくいいんですけど、なんかね、すごい、ぶっきらぼうとか 言われちゃったりしてたから、全然そういう感じの人じゃないんで、多分喜んでくれてるとは思うから。そう言われちゃってたけど、でもすごいいい人なんですよ。渡辺ポンタさん、夜勤終わりだったのに職場のテレビにかじりついて見てました。いい、眠気吹っ飛ぶ。いや、すいません、睡眠不足にしちゃって。 ちょっと日曜日だったのにね、せっかくの。明日も仕事なのかな。頑張ってください。全日本の結果ドローチェックしといてください。タンタンさん、有明の新しいインドアコートはちょっと遅くて跳ねる感じでした。でもやっぱインドアなので、こう、なんて、空中の球足はちょっと速い感じでした。クロックさん、今日はね、パーティーないです。あ、祝勝会を先ほど開いていただいて、そこで、なんだ、祝って、お祝いしていただいて、で、明日は橋本創業の会社に朝行って、で、報告会して、で会社の記者会見して、本当は明日午前午後でエバラで練習する予定だったんですけど、午前は報告会っていうことで行けなくなってしまったので、午後はエバラに戻って練習しようかなって思ってます。テニスクラシックさん、ありがとうございます。11月5日の朝の9時から NHKBS1 で再放送があるそうです。ありがとうございます、情報。テニスピックさん、ありがとうございます。かなりハードな練習されてた。そう、結構ハードな練習してました。セルフジャッジ、マサさん、セルフジャッジで揉めた試合ありました。なんか聞かれることはありましたけど、今の入ってましたかとか。でも他のコートは結構なんかピリピリ、ジャッジでピリピリしてる試合も結構あったって聞きましたよ。そう、結構何個か見ました。サチエ、いるいる、めちゃくちゃ応援してました。めっちゃ嬉しい。超、やばい、サチエめっちゃ懐かしい。元気？ちょっと、幸恵。何してんの？そりゃ、石津幸恵って言ったら湧く人いるでしょ。野々ゆいかちゃん、しほちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。へっちゃらさん、前回のライブ配信でいい練習を詰めて、いい練習を、あれ？どこ行った？あ、あ、これだ。練習を詰めていたと気づいたと言ってましたが、あ、そう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 。なんか、本当になんかね、練習時間が多かったり、トレーニング時間が多いと麻痺してくるんですよ。なんか足りてないのかなみたいな。でもなんかそれをね、日記に書くようにしてて、どれくらいの練習したかみたいな。そしたらね、うちめっちゃやってんなと思って、めっちゃやってるって思って気づいたら、しかもなんかね、結構振り回しも多かったり、男子の選手とも練習させてもらえたりとかして、で、なんかなんだろうな、しかも男子の選手って言っても、その学生とかも強いんですけど、学生はいないんですけどね、学生じゃなくて、もうジョブで出てるような男子の選手とやらせてもらえたりとかするから、やっぱりね、そういうところでのラリー力のアップっていうのは大きかったですね。ホワイト君、ありがとうございます。
前田さん、ありがとうございます。BS が見えないのですが、地上波、そうですよね。やっぱりテニスってこう何時に終わるかわからないっていうのがやっぱり大きいですよね。河本さん、ありがとうございます。元気をもらえてます。私も河本さんのコメントで元気もらえてます。ありがとうございます。新一さん、全日本優勝おめでとうございます。ありがとうございます。あ、なぎさちゃん、また現地で秋田選手の試合見たいです。うん、またぜひ、私もなぎさちゃんの試合見れるの楽しみにしてるから練習頑張ってね。カッチさん、昨日の試合で全然勝てず落ち込んでいたんですが、しほちゃんに勇気もらえたので、明日からまた頑張る所存でございます。また頑張って、なんかね、勝ったり負けたりするけど、今日も、なんだろうな、まあたまたまっていう言い方が合ってるかわからないんだけどね、普段はこう試合をすることができないようなステージで戦ってる選手だから、なおとかっていうのはなんかそういう選手と戦えたのはすごい嬉しかったし、勝てたっていうのももちろん嬉しいんだけど、今日例えば負けてたとしても、なんていうか自分の成長する糧にはなるっていうのがもうなんていうの、分かりきってたっていうか、だからなんか逆に向かっていけたし、どっちかって言ったら奈緒にとって今年の全日本っていうのはすごく、なんだろうな、大変って言い方もおかしいか、やっぱり向かってこられる立場だから、こう全員をこう向かってくる、全力で向かってくる相手に対してさ、まあ、自分も向かっていくんだけど、もちろんこう自分が、まあ、直美ちゃん抜いたら日本で一番なわけで、今日本ランキングのシステム上は、直美ちゃんは日本ランキング登録してないから、なおが一番なんだけど、こう日本一位の選手にさ、やっぱりこう自分で、なんだろうな、向かっていけるけど、1位の選手ってさ、やっぱりどう向かっていこうと思っても自分が1位だから、やっぱり難しいところはあると思ってて、それを1回戦からこう跳ねのけて、やっぱり決勝までしっかり勝っていって、たのはやっぱりその実力がね、やっぱり違うんだろうなって思うし、それってどういう相手であってもすごく難しいことだと私は思ってるから。服ドレス、いや、これはね、ドレスではないんですけど、なんかね、こんな感じのちょっとパンツスタイルの、上はちょっと、なんだろう、これなんていうの、シースルーじゃなくて、なんていうの、なんかなんていうの、これ なんか網網みたいなやつ 網網みたいなやつ みんなでパーティーしたい 確かに。お父さんとお母さんは、父も母もやっぱりちょっと仕事柄、コロナのことがあるので、移動があんまり、長い移動っていうのがあんまり好ましくないので、今年は来れなかったですね。エバラ SSC 行ってますよ。辻優真コーチです。そう、辻コーチ。この後の大会の予定を分かる範囲で、10日から埼玉グリーンのジョップの試合に出て、その後は12月の6、7、8で日本リーグで今シーズン終わりです。同じテニススクール。そう、ナオとは同じテニススクール。あいちゃん、ありがとう。また電話するね。お父さんとお母さんにも伝えとくね。あ、初見。シードルさん、初見いらっしゃい。高崎オープンで見て、それから応援しています。ありがとうございます。夏美ちゃん、今練習終わって帰宅中、イヤホンなかったので急いで買います。いいや、夏美ちゃん、ありがとう。森本さん、おめでとうございます。試合も感動しましたが、優勝インタビューうるっとしました。ますます頑張って、ありがとうございます。やっぱりこの全日本取ってからっていうのが一つ勝負だと思うので、皆さんにまたより一層ゆ、あのー、喜んでもらえるようなね、結果をどんどん出していけたらと。タンタは長い間イップスですが、少しずつ克服しています。スーパーサイヤ人なんで 頑張りましょう。そう、あれだけ鋭いラリー、よくコントロール、すごいね。
なんだろう、どうやって返して、なんか試合終わったら分かんないんですよ。試合中は、でもやっぱ奈緒のボールも深いし、でもやっぱり普段 エバラでの練習も、なんか1対1のラリーも多いんですけど、2対1のラリー練習がすごく多くて、こうみんなで回るんですけど、だからこう2人向こうに立ってるとミスしないじゃないですか、向こうは。だからこうラリーの、なんていうのかな、長さも長くなるし、で向こうは2だから結構余裕あるじゃないですか。で深いボールも来るし、で向こうのね、2が両方とも男子だったりっていう練習も結構あるので、やっぱそういうのも大きいかなと思いますね。お洋服素敵ですね。綺麗です。ありがとうございます。ありがとう。泣きそうになった。カチさん。また頑張りましょう。シードルさん、レース。そう、レース。これレースなんよ。可愛くない？これ。これ可愛いよ。優勝おめでとうございます。ナイスファイトです。堀口さん、ありがとうございます。哲也さん。哲也さんじゃねえわ。哲也、優勝した瞬間、もっと大泣きするかと期待してた。しなかった。 なんか私わーってラケット投げるとかできなくて、なんかそれ前どっかでも言ったんだけど、こうネットの向かい側には負けた選手がいるんですよ。だからもう、なんていうの、できれば冷静にいたいっていうのが私の、なんていうの、理想ではあるんだけど、やっぱり優勝したことが嬉しいと、こうああやってね、笑っちゃったりとかするわけじゃないですか。でもなんかできれば、なんかこう喜びはオンコートでは最小限にしたくて、でまあやっぱり今日は特に奈緒だったから、まあ昔からもう小学校、まあもうね、向こうがテニス始めた時からずっと知ってるから、小学校何年生とかね。だからまあ、なんていうか、あんまりこう、いや、ない、そのちょっとまだ感極まってて、リモートでインタビュー受けた時は、いやなんかちょっと優勝してどうですかみたいなこと言われたらさすがに泣けてきたけど、なんかね、こう終わった瞬間ってね、なんかね、私もまだそんなで準備してないんですよ、終わった瞬間って。だってそりゃそうじゃないですか。打ち切ったボールが入って、向こうのボールが返ってくるってレディーしてるわけですよ。これは返ってくるって思って、それがネットにかかった瞬間、勝ったって思うんだけど、まだそこではなんか現実味がないみたいな。もうちょっと時間を置いたら、あ、優勝したんだってなるから、なんか感情的になって涙が出てくる。なんかね、小山さん、初めて秋田選手に触れています。ゲームでの雰囲気とギャップ。雰囲気とのギャップ。あ、それはめっちゃ言われます。なんか結構、なんだろう、オンコートでは、なんだろう、なんかやり方では私のなんか理想を下ろす作業をしてます。だから結構このままチャランポランでいっちゃうと、チャランポランで試合することになるから、なんか私じゃない私を作り上げて、理想の私で試合するっていうか、だからそのやっぱり、なんだろうな、オンコートでの態度だったり、なりふりもそうだし、プレーもそうなんですけど、全部を含めて自分の理想を下ろすようにしてるから、どっちが素かって言われたら両方素なんだけど、なんかオフコートではもうなんかこんな感じ。すごい、30分って言ったのに、もうコメントが止まらないから30分過ぎてしまいそうです。日本リーグも無観客です。すみません。レアの辻コーチ、なかなか彼のレッスンない。 レアですよね。みんな辻コーチのレッスンが多分受けたいですよね、一般の方も。なおちゃんとの決勝だったんだ。ハイレベルすぎる。そう、日比野なおちゃんとの決勝でした。ねえ、なおに
勝つ日が来るとは ちょっと 想像してなかったですね。ティエノさん、ありがとうございます。テレビで見ました。じゃあ次回はぜひ観戦に来てください。哲也さんとか、流れで哲也さんとか言っちゃった もはや世界の志保ちゃん。いやいやいや。軽い対談とか意気込みを聞いて、ああ、確かにそんなこともあった。そんな対談もしましたね、確かに 喜びを自然に表現するのは悪いこと、いや、悪いことじゃないのは分かってるし、逆に自分が負けて向こうがそうやってやってたら別に何も思わないんですけど、自分がただ単にしたくないなって思うだけ。そう、めでたい。負けるなら志保ちゃんにって、奈緒ちゃんの言葉にうるうる。いやー、なんかね、いや、なんかそこまで思ってくれてるとは思ってなくて、で、なおも、ちょっと、喋りすぎて 喋りすぎておかしくなってる まあなんかね、なおに限った話じゃないんですけど、選手ってみんな 選手ってみんなあれなんですよ。負けず嫌いなんですよ。もちろんね。だからなおが、なんかなんだっけ、写真撮影終わった後に、じゃあ優勝者だけで写真撮影しますってなった時に、すいません、ハグしていいですかってなおから言ってくれて、ええー、と思って、で、いいよいいよって言って言ったら、もうなんかめっちゃ泣いてて、いや、もうなんか良かったって言うから、いや、良かったじゃないでしょみたいな 負けたのにって、なおが負けず嫌いで、負けるのがすごい嫌いで、だからもうここまでの地位を築いてるの私は知ってるから、今までの積み重ねも知ってるし、絶対勝ちたかったのはすごい知ってるから、いや、良かったじゃないでしょって言ったんだけど、いや、でも優勝したのが志保ちゃんで良かったって言ってくれたから、いやー、なんかもうそこまで言えるってやっぱり人間的にできてないと言えないよね、やっぱり。あそこの自分が負けた場で、実は初日は会場で見ていました。プラクティスの後にサーブのために一人でボール投げてる姿も。ああ、そう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 。なんかあれは、なんか毎日トレーニングメニューって出てて。だからトレーニングメニューは毎日試合があってもこなしてて。まあそんなに量はなかったんだけど。他の選手へのリスペクト。いや、なんかもうなおもすごいリスペクトしてくれてるから、やっぱり。鎌田さん、ありがとうございます。いや、おかげさまで。アルファーさん、秋田選手は僕の高校の時の先輩でした。ええー、優勝おめでとうございます。マジ？かぶってるのかな すご。オンコートはマッチョそのもの。そう、確かに。堀口さん、今ビデオで試合を見終わりましたが、予約が途中で切れてしまい。あららららららら。もしエバラで会えたら会いましょう。確かによろしくお願いします、その時は。増田さん、秋田さんおめでとう。次はグランドスラムですね。そう、次はね、グランドスラムで奈緒と当たりたい。堀口さん、最後のスピーチ見たいです。確かに、私は見なくていいかな あんまり自分が喋ってる姿見るの好きじゃない テニス研究所ディスタイルさん、ありがとうございます。カッチさん、トータルね、志保ちゃん最高なんです。ちなみにカッチさん、志保の C は歴史の C やで シルバーコレクターって思わず そう、ちょっとね、なんか泣いちゃってたから、ちょっと面白いこと言わんとと思って 生志保ちゃんとても綺麗で女性 いや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 。哲也、お疲れだと思うので時間無理しないで。ありがとう。アレックス、ハイハロー。2月にオーストラリアでも優勝しているから、高崎全日本と3勝、負けたのは2回だけ。来年が楽しみ。好調な理由。好調な理由か。鬼のような振り回しの練習かな 地味な練習。エバラ SSC の最近のジュニア半端ないと思います。彼らが成長したらかなり。確かに確かに。志保さんの優勝スピーチ。本当にありがとう、みんな。え、すごい。やっと入れた。ええー。あ、大菅さん、ありがとうございます。白熊さん、ありがとうございます。そんなすごい意味の選手に勝ちました。その勝因は何でしょうか。これに集中したからなどあれば。
ちょっとどうしようかな。連続19。じゃあこの勝因について話したらちょっと終わろうかな。明日7時40分には会社に行かないといけなくて まだちょっとお風呂も入ってないから朝早いんですよ 勝因、そうだな。でも試合前にコーチと話していたのは、まあ、特にもう何て言うのか、対策みたいなのは何だろう、リモートのインタビューではなんかこう、なおがバックが好きだからとか言ってたんですけど、実は試合の前に対策とかってあんまり考えてなくて、こう、なんだろうな、コーチと話してたのはもうグランドスラムの本戦の1回戦だと思ってプレーしようみたいな。で言われて、で確かにと思って、だから今日はもう思い切ってグランドスラム本戦の1回戦だと思ってもうプレーするようにしてた。What is the most difficult shot in tennis, or you think all the shots are easy? Depends. Because for me, weak point is backhand side more than forehand side. So if opponent hit to my backhand side to especially make me run, then I feel uncomfortable. So for me, it's tougher shot than when I hit forehand. So it depends person, I think, because some person are short, right? I mean, tall, not tall. Especially Japanese people is not so tall. So most of people are not good at serve. But actually, my height is 157 centimeter. So maybe everyone think my serve is not good, but actually, my serve is quite good, because I can hit 180, how can I say, quite fast serve I can hit. So depends. For me, maybe boring. I'm not good at net. I'm not good at net, so depends. めっちゃコメント来てるから全部に返したい 夏美ちゃん、手紙をプレゼント、いやーもらったし、なんかなんだろうな、なおはね、ほんと一生懸命だった。なんかもう小学生の時から小学生の時からなおはね、あ、この子は強くなるなっていう、なんか何かがあった。Before I don't like net, but now I understand how it works and I like it. Yeah, I know. But for me, after, so I started play tennis when I was 7. Now I'm 30. So after 23 years, I can't get it. And I know forever I can't get it. So for you, Alex, it's good. ありがとうございます、皆さん。で、今年の予定は、さっき言ったんですけど、最後まとめで言うと、来週10日から埼玉グリーンの試合に出て、で、なんだっけ、12月の6、7、8で日本リーグの方に出場して、今シーズンは終わりの予定です。ああ、もう本当に皆さんありがとう。本当にありがとう。Her serve is not just first. It seems very heavy, so. ああ、
天空ロブさん、ありがとうございます。 My secret. Yeah, I know your secret now. I will teach you secret. 英語の方がうましか、うまくしゃべれてるとか言って。勝因、なるほど。そう、グランドスラム目指して頑張ってください。ありがとうございます。もう本当にね、幸せです。もうなんか優勝したこともそうですけど、こうやって勝って皆さんにいい報告ができるっていうのもすごく幸せだし、やっぱり優勝した瞬間も嬉しいですけど、やっぱり皆さんにこうやっておめでとうとか言ってもらえたりとか、試合終わって携帯見たらすでにもう100件 LINE が超えてたりとかしたんで、その中のほとんどが選手だったんですけど、例えばくるみとか美咲からも来たし、皆さんが知ってる名前でなったあやのちゃんからも来たし、あと、ももこからも来たし、山口めいちゃんからも来たし、こしいしあゆみちゃんからも来たし、波形純里さんも来たし、私が全日本1回戦でやった林絵里奈からも来たし、 もうなんか今言ってないだけでもうなんか本当にたくさんの人から LINE もらったし、 DM もいただいて、で、なんや、 YouTube のコメントでも来てるのも見たし、あとは返してないの、そう、メッセンジャー、 Facebook のメッセンジャーでも来てたし、全部に返すので、少々お待ちを 少々お待ちを、Twitter の DM にも今回のメッセージに関しては、なんなら田中裕基って、同期で、去年の安藤証券で引退した田中裕基に関しては、このホテルの部屋まで 内緒で この部屋のホテルまで、ホテルの部屋まで来てくれて泣いてくれました。 ハグして、これを置いていきました。 ちょっと土壇場で買ったからこんなちっちゃいのしか買えなかったんだけどって。 どんだけいい性格しとんねん。 2人で泣きました。もう本当に、なんかその小学生の時から知ってるから、もうなんかお父さんとお母さんの気持ちとか、志保ちゃんの気持ちとか思ったらもう泣けてきてとか言って、いや本当に、いやー、すごい。いや、そんな人のさ、優勝おめでとうってわざわざ LINE できるってすごいよ。日本のね、女子テニス界はね、すごい、もういい人しかいない。いやー、っていうわけでちょっとね、45分喋り散らかしたんですけど、もう全部のコメントに答えられなくてすいません。こんな全部のコメントに答えられなくてっていう日が来るとは思っていなかったわ、私。またね、なんかまとめて、YouTube の動画とかも上げられたらいいなと思うんだけど、ちょっとしばらくは忙しいかもしれないから あんまりその、いつかな、いつかなってこう待ってるよりかは、ちょっと気長に待ってもらえると嬉しいです。ありがとう。早風呂入ってねや。ほんまそれな。いや、ありがとう。めっちゃ質問来てんだよな。この質問に答えず配信切るのは心苦しいけど。いや、本当に皆さん、本当に今日もいつもありがとうございます。ラン、ありがとうございます。明日から仕事の方も、私も明日会社に、橋本創業の会社の方に報告しに行ったら午後練習するので、皆さんも仕事練習、何やりかんやり、学校勉強、何やりかんやりして頑張ってください。みんなで頑張ろう。このコロナの時期を乗り越えよう。というわけで、みんな、おやすみ、いい夢を見てね。そう。
ヨネックスさんからこんな素敵な花束もいただきました。ありがとうございます。めっちゃすごくない？お花好きなの。めっちゃいい匂いてなわけで皆さん、良い良い夜を。あー、いや、すごいありがとうございます。シードルさん、まさかの、え、なんて言うんだっけ、もう忘れちゃった。あ、そうだ、スパチャだ。スパチャありがとうございます。いや、感謝だよ。シードルさん、ありがとうございます。ちょっとまた精進していくので、またね、ぜひ日本女子テニス界もみんなで盛り上げていきましょう。イエーイ、優勝したぞ、イエーイいつもありがとう、みんな。じゃあ切るね、切るねとか言ってスパチャもらってすぐ切るっていうどんだけっていう。シードルさん、ありがとう。また放送しますね。お疲れ様でした。いいの、シードルさん、ありがとうありがとうございます。これで610円か、610円。うーん、吉野家の牛丼の大盛り食べます大好きだからおやすみなさい、ありがとう。